ルイス・マン・フォードは、アメリカ合衆国の建築評論家、文明批評家、歴史家、ジャーナリスト、大学教授も多く歴任。大英帝国勲章、国民芸術勲章受賞。1895年、ロングアイランド、ニューヨークシクイーンズク・フラッシングで、私生児として生まれる。マンハッタンク、アッパーウエストサイドで、母や祖父母の下で育つ。 1912年、スチューイベさんと高校を卒業し、ニューヨーク市立大学に入学、コロンビア大学、ニュースクールフォーソーシャルリサーチ等で学ぶ。1914年、パトリック・ゲデスの著作に出会い始縮するが、同年結核のため、ニューヨーク市立大学を中退、学士の学位は取得していない。1917年から、パトリック・ゲデスと手紙のやり取りを開始する。 1918年から1919 19年まで合衆国海軍に入隊。任務の合間に、いくつか著述を行う。除隊後ジャーナリスト、批評家としての活動を開始。ダイヤル市に勤務しまた社会学レビュー市、フリーマニーニューパブリック市、アメリカ合衆国建築家協会開始、等に、美術や演劇、文学関連から政治に関する批評執筆を担当。 1921年、ダイアル市での同僚、ソフィア・ウィッテンバーグと結婚。1923年、パトリック・ゲデスの助手の誘いを断り、アメリカ合衆国地域計画協会に加入。幹事及び広報を担当、また自らの理念や計画思想も雑誌で発表。1925年、長男誕生、ゲデスと名付ける。またこの年、 クイーンズクロングアイランドシティのサニーサイドガーデンズに引っ越す。スイス、ジュネーブ市の国際科技学校で講演したほか、ベンデーエンゲン氏にフランクロイドライトに関する最初の批評を執筆。1926年ニューヨーク州アメニア近郊のリーズビルに夏の家を借りる。フランクロイドライトと手紙を交換し始めるが、百二十七年ライトに初めて会い。 プラザホテルで昼食を共にしているほか、シカゴ地域へ初めて旅行し、ライトの作品を見学。1929年ダートマス大学で客員教授に就任するが、翌年時にしニューヨーク州リーズブイルの農家を購入、夏の家とする。1931年ニューヨーカー市の建築批評論担当となり、ザスカイラインランの辞表を担当。 1932年、フィリップ・ジョンソンから、ニューヨーク近代美術館で開催された、近代建築国際展住宅計画部門担当に、招かれる。住宅計画と越した小論を寄稿、タリアセンフェローシップの指導者となる申し出は辞退。またこの時期ヨーロッパで、近代建築を研究している。1936年ニューヨーク州リーズビルの農家に、 一家で移り、定住。1939年著書で合衆国が、連合国側に加わり、第二次世界大戦に参戦することを主張。1942年、スタンフォード大学数字に就任。1944年、息子ゲデスが戦死。戦後は、各兵器廃絶運動に関わる。1943年には、大英帝国勲章。 司令官騎士を受けないとに除せられた。1948年からノースカロライナ州立大学。1951年からペンシルベニア大学の客員教授となる。しばらく途絶えていたフランク・ロイド・ライトとの手紙のやりとりを再開。1957年からはマサチューセッツ工科大学の客員教授。1962年、歴史の年明日の年で、 全米図書賞ノンフィクション部門賞を受賞。1963年ニューヨーカー史の建築批評から退く。1986年には国民芸術勲章を受賞した。1990年ニューヨーク州リーズ・ブイールの自宅にて死去。ありがとうございます。